ゲットジャムやってるよ、うん、無料で教えますからね。やったな。もうまた5月にイベントあるからね、ゲームマーケット。あ、そ、本当なんですか、うん、で、また売るんですか。うん、ゲットジャムまた修正後の、そうね、修正もあるし、また作ってね。さあ、勝負、じゃんけん、ほい。じゃあ先行どうぞ。Open the frog。 ドラゴンワールド、ヒーローワールド。熱い。なるほど、ここまで熱いしていると思う。ではガイドンドドロー。なるほど、行こうか。スペースエレベーター、あ、持っていけるんですよね。でね、俺はね、何を落とそうかな。落として一番上に落ちるやつです。うん、でも俺はね、何がいいかな、これかな、これ落とす、バザーアームズ。あ、はい。で、上には置かない。分かる、このプリングで。あ、分かんないけど、はい、分かんないんだけど。え、2ゲージ払うよ。あ、どうぞ。2ゲージ払う。お、ゲージがまたドラゴンアームズだった。2ゲージ払ってこれを捨てるんです。捨てると、そうするとデッキからジャックナイフを持ってこられる。あ、ちびちびちび。ただ今現状ゲージが足りてないです。はい、私は今やばいやつ持っちゃってます。そっか、これを落としてもよかったかもしれないなっていうのがある。ゲージがないんです今。で、どうするんですか。さらに、まだ動くよ。どうぞどうぞ。魔法、ドラガームズファクトリー。手札のドラガームズを捨てて、2枚引ける。強いですよね、それ。2枚、2枚。強いですよね。お、強い。バルジ。もう、そりゃ動きますよ。で、コールして、出た時、ゲージが増える。あ、はい。で、このゲージを支払って、バディコール。あ、強い、強い、強い。強い。で、出た時に、ドロップの、あ、でもゼロがいない。1か0で、1と。でも今守備力があった方がいいから、これ出さないでいいです。はい。ロスナーイズ。ロスナーイズ。守備力が上がった。チャックで3点。いけます。エンド。ドロー。おー、いいの引いた、いいの引いた。うん、あ、これホームです。チャージ&ドロー。うん、オーケーオーケー。これ守備力7000だよね。基地設置。もう基地設置は強い。ロードクロのワンドローしての、はい、基地効果でワンドロー、そしてこいつの効果でゲージが増えると。そうですね。もうゲージ値かな、ここでかな、ここほろゲージ値の、うん、こいつ捨てて、うん、お、じゃあ早くも、なるほど、シュバレツセンターですかね、センターにシュバレツで破壊します。これ置き換えなの。はい。え、なんでなんで、いいけど、それがだ。じゃあゲージに使って、うん、もう置き換えはない気がするね。あ、でも置き換えるしかないのか。 そうなん、そもそもサイズ2だから。そうなんですよ。そういうことか。じゃあライトにバリーボール。うん、ちょっと急ぎすぎだな。これですか。うん、多分。じゃあ7000パンチングで、ごめんなさい、7000パンチング。うん、ちょっと待ってね、しょうがない。じゃあ戻った時にこいつの効果でワンドローします。強い。あ、強い強い強い。じゃあ2点。いけた。もう1パーツ。いけた。エンド。ドロー。強いわ。強いわ。強いな。チャージャンド。いや、チャージャンド。ドロー。ああ。発狂。これ使うよ。はい。ドロップゾーンに置くやつ。
ドロップゾーンか一番上に置くやつ。じゃあゼロのやつを。そしてそのまま上には置かないよ。あ、うんですよ。エンド。あれ？ゲーじゃない。ドロー、あ、そういうことですか。この段耐えれるか。耐えれれば俺結構強い。チャージャンドローなしですかね。そっか、違うか。もしかしたらデッキの上に、センターに、あの墓地肥やすやつ置いた方が、じゃあこれ置いてワンドローします、はい、お強い。じゃあダメージコントロール設置。強い。じゃあそっから2点で。2点。OK。いきますか。はい、上やじゃあ破壊されてワンドローします、うん、じゃあ2点でいけた。じゃあ2点、いけた。エンドです。死ね。こっちむっちゃ回ってます。マジ回り回り率が、チャージなし、2ゲージ。ジャックナイフ、スペリオルプラズマ。あ、はいはいはい、ゼロと、あと1人どうするんですか。1、これ出すよ。さて、さあどうしようかな。そしてここだけクロスナイズしよう。はい、そいつゲージ使いますもんね。うん、3000ゲームに届かない。ではアタック、アタックジェッジシュート。はい、いきます。でアタック対象ここ了解です。で2点ファイター、いきます。なんだドロー。あ、あとはこいつの効果で増えるね。ごめん。あ、そうですね。ロガームズが出たから。はい、そっか、そしたらゲージ使えたんだ。え、なんで？ゲージ2じゃないですか、それ。2か？いや、これは1払って。あ、1なんだ。うん。まあまあまあ。でも分けた方が良かった、どの道。まあ、そうですね。さあ、1アンドロー。強い。じゃあ、ゲージ使います。うん、そろそろ本気を出すで。うわ、強い。セザロウ。あ、強い強い。強い。強い。うわ、うわ、あそこ手札に縛るやつもいるんだな。それやべえな。じゃあゲージ1使って、うんうん、ライフ1使います。なんだ。悪の美学。ああ、なるほど、回収。はい、そうですね。これはね、同じサイズじゃないといけないんだよ。1-1ですね。はい、はい、サクリファイス、黒金採掘。え、もうやることは、あれ、ダークヒーローなんて札が全然減ってないね。おかしい。ちゃんとドローが回ってるんだ、ここは。そうですよ、うん、じゃあ、ロードドローを出します。うんふんうんふんふん。このゲージ1のこのジャックもっと強くしたいな俺。じゃあ手札1枚捨てて。あ、出てきたか。はい、出てきますよ。置き換えなの、またちょっともったいねえな。ソウルガード。じゃあサプリバイズフルプロガネスいけて、じゃあ1個払って1点です。あ、1点飛ばす。はい、飛ばします。決めに来てるね。そのために引いたんですから。あ、俺やっぱここクロスナイズだったのかもな。じゃあ6000で。そうだよね、クロスナイズだったんだ、絶対にね。でもなんか縦、でもこの後魔法引いたらあれですからね、うん、ここだよね。あ、そこですよ。やられた。じゃあ2点で。ダン、フロートバリア。あとはこれですね、加減の、うん、じゃあ2点。かけた、じゃあこれをやって、魔法。あ、これ破壊された時、ワンドローね。ワンドロー、あそこからこれもももも持ちました。あ、どうぞ、はい、魔法を大死んだ。ありがとうございました。そっか、これは戻ってるのもあるんだね、うん、これもうちょっと強くしたいね。ですね。今回私めっちゃ回ってましたね、うん、くるくると。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたが罪を出たけたでしょ。